今までひた隠しにしてきた罪を暴かれた3人。大富豪が建てたと言われるアレグリア監獄へと収監された。そこには多くの謎が隠されていた。隠し扉、謎のゲーム、囚人が残した日記を頼りに、3人は脱獄を目指す。しかし、それを阻む監守の存在。3人は監獄生活を楽しみながらも情報を集めていく。時には遊び、時にはご飯を食べ、そして時には規則に背きながら、彼らは脱獄を達成することができるのだろうか。知られざる監守の企てが彼らの首に手をかける。暗い穴の中で一生過ごせよ。ちなみにね、金ブロックも手に入ったんだよね。禁止区域にじゃあれないの？制御室みたいなところに変わるみたいな。ある。え、何？え、制御室さ、なんか日記あったよね。何だったっけ？金ブロック置けば誤作動が来て、監視の時間を稼げる。まだ両親が残ってたら僕を助けてください。3分です。無理だよ。無理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 。もうちょっと。脱出しかない。諦めて捕まってくれ。君は捕まるんだ。俺もマジであの金属のエリアの行き方覚えておいて、次突貫するわ。次の日でも夜に最悪2人出てもらっても俺多分ね見つかんないから頑張って俺ら2人で大ピッ作るわ。俺はここで餓死するまでいるわじゃあそろそろ終わりですよ。はい、楽しかったです、射撃。うん、よかったです。じゃあ行くですよ。二人は、あれ？待ってくださいね。あれ？ああ、いるですね。じゃあ出るですよ。あれ？お嬢さんはいますけど、アンダーソンさんはどこですか？なんか、噴水で泳いでたんですけど。噴水で泳いでた。いないですよね。噴水にいたんですか。噴水で泳いでたと思うんですけど。うん、確実にいないですね。これは脱獄ですか。警戒を強化します。一回戻してます。二人を。模範囚だったんですがね、アンダーソンさんは悲しいですね。あ、そう、なんか多分あの崩落に巻き込まれたかもしれないですね。崩落ですか。どこでどこの崩落かは分かりますか。ちなみになんか、いやどこだったかな。助けた方がいいですよ。そうですね、もし本当に崩落に、ま、巻き込まれているのであれば助けなければいけませんので。助けないといけないかもしれないですよ、監視さん。ちなみにどこら辺ですか。情報を教えてくださ い, いや、それはね、情報教えたら何かありますか。ないですよ、もちろん。アンダーソンさんは処刑でも全然私は問題ありません。お嬢、隠してるよくない。お嬢、よくないよ知らないなら行きますよ、私は。知らないんですね。無理だよ。無理か。何かあるんですか。なんか遺品管理室の床が抜けて、はいはいはい、なんか出れなくなったみたいなんですよね。なるほど、ちょっと確認してきますね。情報ありがとうございますね遺品管理室床が抜けるんだ。なぜあそこは外なんですがね、広場の外にある場所なんですが、どうやって行ったんでしょうね彼は。さあ、噴水で泳いでたのは見たんですけど、まあ2人は多分出てないから、まあどうなったかわかんないんでしょうね。きっとダイヤに阻まれて動けないとか言ってます。ダイヤに阻まれて動けないですかはいはい、あ、開いてますね、遺失物保管所。アンダーソンさん助けてくれそこは外なんですがね、広場の外にある場所なんですが、どうやって行ったんでしょうね彼は。監視助けてくれなんでここにいるんですか、あなた。噴水で泳いでたんですよね。はい、で、あの、はい、なんか噴水にアルコール混ぜられてたっぽくて、なんか酩酊状態になって気づいたら、はい、なんか崩落して、それで目が覚めて、すごい暗闇だったんですよ。噴水からこれどうやってここ繋がってるんですか、ここに。わかんないっすね。記憶にないんですよ。今二日酔いです。
これ労災です。労災です。これ労災ですよ。設備不点検です。あなたはよく出ますね、あなたたちは。本当に。いやあれ、これ労災ですよ、完全に。アルコールが混ざって、どういうことですか、それは一体。いや、本当っすよ。今2日目です。ちょアルコールチェックしてみてくださいよ。アルコールチェック。それがね、労災であろうとあなたは出ているのは確かなので、もう現行犯なので。まったく、マイナス5日ですね。今日は中に入るです。ひどいよ、監修。あんまりだ。あんまりだよ。そこはいいんですか？はい。あなたはそこがいいんですか？あ、嫌です、嫌です、嫌です。てっきりここに閉じ込められるものかと思って。そうですね、あなたそこに閉じ込めますと、あなたはここです。あなたはここです。バカなこと言うから、まったく。あなたここです。来なさい、こっちで。トイレがないと、来なさい。トイレがないとゲロ入っちゃうんですよ、今。大丈夫ですよ、ゲロ入ってもここ汚いので。いいですよ、ゲロ入って。いいですか、先帰ってますよ、監修。中入ってください。明日、まあ、リフォーム云々のことで、私、午前中の方はですね、まあ、いろいろ老朽化の面も含めて、外に出なきゃいけないので、その間、まあ、別の監修が、前来た監修かな、が来るみたいですから、ちゃんとやってください。さてと、4分間はちょっと出歩けないか、一旦。やってくれるじゃねえか。日にちもやばいからさ、そろそろ脱出の段取りをしないと、ね、ここまで来たらエレトラあと1個見つけるのがいいのか。金ブロックもある、あったから、これ使えば脱出するときにこの金ブロックで誤作動を起こすっていいよね。うん、あね。じゃあとりあえず、まあ脱出の方法は、まあ、エリトラ見つかったらエリトラで、パスワード見つかったらまあダイヤの通路作れたらって感じか。ダイヤ作れたら、さっきの氷河が労災起きたと。おはよう、おはよう、おはよう、また会ったね、おはよう、おはよう。おはようございます。あら、久しぶりですね。久しぶりですね。あれ、ふいもさんに、お嬢さん。あれ、アンダーソー君は？あ、なんか、そうしようとして捕まってますよ。11日だけど大丈夫？ですですおって人やっぱね、横暴だから。やっぱそうなんだ。ちょっとね、アンダーソン君に、あの、弁護士の、なんて言ったかな、助衛門人がことづてがあるみたいでさ、今日私、午前中だけなんだけど、2人はここで待ってて。あ、はい。ちょっとことづてがあるみたいだから行ってくるね。ことづてってなんだよ。あ、お久しぶりですね。君、なんか。なんかすごいことしちゃったみたいだね。いや、なんか老朽事故に巻き込まれちゃって。そうなんだ。ちょっと助衛門さんっていう人がことづてがあるからさ、はい、二人でちょっと話そうか。